おはようございます。これ。反省を生かして朝からもう入っちゃいます。今から準備してサクッといってハッピーな一日になるでしょう。はい、お着替え完了。入ってきます。 GoPro で撮っちゃうよ今日。いい波ー。もう宮崎はね、あったかいですよ。なんか関東の方もあったかいみたいですけど、もう12月の半ばで全然ジャフルっていうんですか、長袖長ズボンの薄いやつ、あれでいきますからね。じゃあ行きましょからね。ちょっと Google マップを見て気になってたところがあったんで、ちょっと来てみたらもう超チルスポット、超チルですよ。最高のところで今日は簡単にちょっとお弁当買って、カップラーメン買って、いい景色を見ながら食べようじゃないかっていう、そんな日です。うん、そんな日。はい、じゃあいただきます。今日はね、めちゃめちゃ天気良くてあったかいんですけど、なんせ風が強い。いや、あったかいというか寒い。エビザカシ
こんないたってね。大丈夫ですかこれ、もう声聞こえてます？なんかこの生活始めてからなかなかね、なかなかというかあんまりカップラーメンは食べないんですけどね、たまに食べるとやっぱうまいっすね。海を見ながらっていうのが最高じゃないっすか。お、ごちそうさました。いやいや、なんか久しぶりに海でゆっくりできるスポットを見つけたっすね。沖縄以来かもしれないっす。なんか素敵なサーフスポットはね、本当にこう、まあ、九州入って鹿児島とか宮崎とかめっちゃあるっすけど、やっぱどうしてもなんかサーフィンするポイントとかだとなんかせかせかしちゃうんですよね。なんかこう海見てこうぼーっとするこういう時間できる場所最高なんですよ。気にせずね、久しぶりです、この感覚、この感じ。きいや、でもここなんかサーフィンできそうですけどね。なんかテトラポットがあるんだよな、しかも手前に。ほら、え？やっぱ風が強い、寒い。ちょっと編集しましょう。お、やっぱりサーフスポットだここ。マジか、入ってるわ。え？いやいや、なんか編集とかしてボケーっとしてたらあっという間に夕方です。うわ、温泉でも入って、また明日波がどうなるかですよね。どうなんだろうな。最近全然洗車してなかったわ。たまたまね、洗車場見つけたからちょっと。ギャンギャン手が悔しも。道中がめちゃめちゃサンセットが綺麗でしたね。いやー、エモかったわはい、今温泉に到着です。最近ちょっとハマってるなんか宮崎市にあるんですけど、この花の湯、ちょっとレトロな雰囲気で結構ね静かでいいんですけど、今日は激ゴミですん今日はこんなところでね、もう暗くなっちゃうんで、またいつか会いましょう。はい、というわけでおはようございます、こんな感じでちょっと洗濯物干して、その間に編集なんてしちゃって、お昼ご飯でも食べて、ゆっくりしようかななんて思ってます。そんな、うん、出してるしてる。あ、いや、顔はね、出てないのよ。
声だけ